主治医から今の失業保険が切れたら生活保護を勧められて迷っています。生活保護だと保険や個人年金を解約せねばならず、できれば生活保護にはならずに就職したいです。ですが、デイケアで体調を整えて就労移行支援に通うなりして就活し、就職するなんて無理な話で、どうしていいか分からないと書きました。どうして無理なんですかね。整えて就活して就職なんて無理ってことなんですか整わないってことなのか ちょっとここも大きな判断に聞こえるかもしれないですけど、保険や個人年金を解約した方がよくは見えますね。うん、なんかその個人年金とか保険がどれだけその大きなものかわからないですけど、国からもらえる生活保護っていうのは何、個人でかけられるのがこのぐらいのお金の量だとすると、将来的な安心度が。生活保護ってもういくらでもある意味ずっともらえることになってるんで。 そっちをなんで取らないのって思っちゃいますけどね。それは過去を、まあそれサンクコストって言うんですけど、過去をかけたものがもったいないからっていう感覚なのかな。今の時点からどっちがより多くもらえるかっつったら生活保護だと思うんでな、なんかもったいないっていう感覚は、あんま経済的には合理的じゃなく感じますけど。まあ、合理的があのいつも正しいとか、人間が合理的なものばっかり選ぶべきだって言ってるわけじゃないんですけど。 と思います都内23区で単身世帯なら生活保護は実質年収240万円に相当する説ある、そうですね、まあ、そ,それがど,どのぐらい意味があるのかですけど、個人の年金とか個人の保険かけていたっていう、まあ、過去のお金がもったいないじゃないかっていう気持ちなのかもしれないですけど、これからもらえる額、まあ、だからなくなるまでに、どっちの方が確率的に高くもらえるかって言ったら、明らかに生活保護の方だと思いますね。 でもあの、この前、当社の社員合宿、あ21時半超えていきますけど、当社の社員合宿した時も、なんかスタッフが生活保護に対してやっぱり、なんかネガティブイメージ持ってるんで、うん、進めていいんでしょうかとか言ってて、<laughs> え、なんで進めないのとかそ、そういうなんか勝手なブレーキをかける支援者もいると思うんで、うん、普通に権利だと思いますけどね。